きつけちゃうから。ランブルスタートです。これくらい。ひどーい。先制攻撃。ひどーい。痛みは慣れっこです。みんなどいて。とても危ない状況。集中してね。花火を見せてやろうか。通りです。足りなかった。今まで一番の。負けました。ご退場願います。天使も悪魔もあんま変わらないってわけか。そうおっしゃいましたよね。それがどうかしたのかよ。天使も悪魔も人間の願いを叶えてやる存在って点じゃ変わりないだろ。いいえ、全然違います。じゃあどう違うんだよ。わかりました。ではお話しいたしますね。ですね、ご主人様、我々は確かに人間の願いを叶えてあげますが、ご主人様がイメージしているのとは違う。何がどう違うんだ。人間たちは自分たちが本当に心の底から願っていることを知らないんです。モナたちが叶えるのはあくまで表面的な願いだけ。そうやって魂をもらえればいいのです。それがよくわからないな。今はそれだけわかればいいです。これから少しずつわかるようになりますよ。つまり悪魔と契約しても自分の本当の。そうですね。それは多分魂がとても大きくかつ複雑怪奇なせいで人間たちが把握しきれない。人間たちは3000年もの間思い悩んでいたようです。でも4000年ぐらい生きてみればわかるのかな。長生きで解決できる問題。それに問題が解決してしまったら悪魔が介入する。私だったらすぐにわかるけど、自分の本当の願いなんて。前にも言っただろうが、出てくる時は合図しろって、はあ、お前は俺の話をこれっぽっちも聞いてないよな。ねえねえ、このデメテルの一番の願いはね、ダーリンが惜しみなく注いでくれる愛。愛だなんて悪魔の俺には似合わないだろう。かわいい、恥ずかしがっちゃって。うるさい、恥ずかしがってなんかないっての。まあ今すぐご主人様に理解しろという方が酷ですよね。人間誰しも仮面を使い分けて生きています。どれが本当の自分かわからない以上、本当の願いもまたわからないんです。このティタニアに勝つには100年早いですよ、弱っちい悪魔さん。